こんにちは、ももチャンネルのももかです。久しぶりの YouTube になります。今回の動画は1週間に密着動画です。約1年ぶりになりますね。去年はまあ約1年ぶりって言っても9月ぐらいに撮ったのかな。もうでもその時よりかも本当に環境が変わって、ありがたいことにいろいろな方にお会いする機会も増えたりだったりとか、あとお仕事もいろいろいただけるようになったりして、もう環境もだいぶ変わりました。ももかちゃんってどんな仕事してるのとか、インフルエンサーの仕事ってどんななの、まあインフルエンサーの仕事っていうのは一概に言えないんですけど、どんな仕事内容なのかっていうのを聞いていただける機会が本当に増えたので、今日はそんなことで1週間に密着動画を皆さんに見てもらいたいなと思っています。本当に内容いろいろです。ぜひ皆さんに見てもらえたらいいなと思います。それではどうぞご覧ください。で、なんかもう普通に話に入っちゃうんですけど。あ、大丈夫です。案件、まあ仕事ですよね。が増えるようになって、はい、価格を上げようか。はい、嬉しいな。そう。不安でなかなか上げれないっていう、個人的感情なんですけど。ちゃんと可視化ができなくて。そこがちょっと自分の中では課題なんですけど、でもやっぱりお店の方からしたら、見てきてくれたって人が結構いるって言ってたんで、はい、よろずさんで今ちょっと相談をしっかりさせてもらったので、この後は3時からインスタグラムの投稿のご依頼があるんですけれども、それまでちょっと時間も空いてるしお腹も空いたので、ご飯を食べに行きたいと思います。ロフトに行ってきたんですけど、衝撃の商品を発見した。山梨県産の桃を使ったハンドクリームだったりとか、こういうボディークリームが販売されてて、地元商品コラボバッグ、ここに売ってたんですけど、こういうのなかったのかなって思ってたんですけど、やっと見つけることができました。私が情報が遅いのかな。ということで、今日1日目はこれでお家に帰りたいと思います。安全運転でね。水はたくさん飲んでくださいって、いつも仲良くさせてもらっているキルティの平井先生に言われました。あー、なんかこんな感じなんだ。うん、こんな感じです。でも結構量ありそう。いただきます。うん、本当にありがたいんですけど、なんか最近ももかちゃんってどういう仕事してるのとか、仕事内容ってどんななのってすごい聞かれることが多くなったんですよ。商品とか観光地の紹介のご依頼を受けたりだったりとか、あとはもうイベントの MC だったりとか、この山梨県のことをいろいろ携わらせてもらってて、自分の力でじゃないですけど、自分自身を通して山梨県の魅力をやっぱり発信していきたいなっていうのが軸にあります。ご飯を食べて引き続き作業に戻りたいと思います。では帰ります。今が9時15分くらいですね。明日はまた甲府に行くので、今日はゆっくり帰って寝たいと思います。マジでこの動画大丈夫かな。密着動画を撮ってて、そうなんです。電車間に2回もここに来てるっていうね。ちゃんと予定立てだよって思いますよね、見てる人しか。マヨネーズ、こうなんかめっちゃ顔疲れてんだけど、やば。じゃあということで、今からね、またよろずさんの予約を入れたので、ちょっといろいろ相談をしに行こうと思います。お客様自体はお願いしていただいた店舗さんとかは、いや、なんか乗せてくれたら、その後お客さん来てくれたよとか、なんか問い合わせ増えたよっていうお声は私自身をもらったんですけど、なんかそれ可視化できてなかったんで、
なんかそこがもうちょっとできると。鶴に戻ってきてここのお店に来ました。ちょっとねお手伝いさせてもらってるおにぎり屋さんです。ちょっと打ち合わせがてら行きます。1週間に密着動画を撮ってるんですよ。ちょっと紛れ込ませます上の嵐を。ありがとうございます。ちょっと大きいですけど、ちょっとまとめて入れちゃいます。まとめて入れちゃいます。ありがとうございます。餃子丼ありがとうございます。うままずは岩崎醸造さん。ああよく聞きますね。意外と日本語では全然さ、なんかこっちの方が薄い。薄いです。ありがとうございました。映っていいですか。はい、YouTube は映します。じゃあ綾野もぜひよろしくお願いしますということで、はい、上野原市ぜひぜひ。それでは今から帰りたいと思います。上野原、ほぼ一日上野原にいました。こんな感じで情報収集だったりとか、今からは、鶴に戻ってまた作業を進めたいと思います。鶴と上野原だったら高速で30分ぐらいで、下道だと1時間かかっちゃうかなぐらいですね。たくさんお野菜だったりとか売ってるものもちょっと買えたのでめちゃめちゃ嬉しいです。夕ご飯にしたいと思います。こんにちは。今日は、割とゆっくりな日、ちょっと余裕があるなって日なので、午前中本当に何もしてなかったです今もうね2時半なんですけど、今からは佐藤ドミンゴさんの、ライブが甲府の桜座っていうところであるので、それの私は夕方の部に行きます。ガソリンがあと3メモリしかないので、ガソリンを入れてからちょっとね時間にも余裕があるのでゆっくり向かいたいなと思います。楽しかった。じゃあ今8時ぐらいなんですけど、ニコッタ9時までなのでギリギリまで作業をします。誰もいません。ドミンゴさんのライブに行ってました。あ、そうですそうですそうです。おはようございます。今日は一件インスタグラムの、ご依頼があったので、韮崎市のカフェですね。に、午後から行くのと、今からは、鶴にある森島商店さんというところに、ちょっと商品開発じゃないですけど、お手伝いにしているので、ちょっとそちらの打ち合わせに向かいたいと思います。もうなんか、わかんないけど、今日調子悪くて、物もらいができて最悪。
はい、お疲れ様です。なんか隣にかっこいい車とかっこいいおじさんがいるんですけどちょっとパーキングで休憩しようと思って、あの安定の釈迦堂パーキングにいます。収録なので行きたいと思います。いや、おはようございます。コーラありがとうございます。ちょっとエネルギーを。よろしくお願いします。あのよろず支援機構さんの案件の動画で、そう、それでちょっと撮ってます。全然。はい、お願いします。よろず支援さんお世話になりました。ありがとうございます。ここ富士山のふもと富士河口湖町から番組の名前一富士二鷹三茄子の通り聞いていてハッピーになれるような時間になれば嬉しいです。皆さんには毎回初夢みたいにワクワクする気分になってもらいたいです。株式会社イルティの代表取締役平井純也さんと平井千尋さんです。平井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。側です。ちょっと車来ないので止まって動画撮ってます。久しぶり。今売り上げの管理ってどうやってるんですか？売り上げの管理はもう確定申告とか出すときはレシートとか全部自分で取っといて、あのエクセルに全部自分で手打ちで入れてて、であと普通の売り上げは請求書を相手に出して、でもそれ振り込まれるのを自分でも確認すり合わせして確認してみたいな感じです。請求書って何で作ってるんですか？なんかエクセル？なんかね、ズームでーす。アルミの代行とかしていただいてるんですけど、SNS とかインフルエンサーか地域特化のインフルエンサーとか活用されていらっしゃって、ありがとうございます。ミーティングでした。業務委託とかバイトとか話をしてて、業務委託になるの、普通にアルバイトになるのか、ちょっとなんかそこら辺も私今回初めてで人に頼むのが、そうですね、雇用契約になってくるとちょっと注意しなきゃいけないのが労災、例えば撮影中にちょっと怪我をしたとか、体張る。はい、こんにちは。午前中はちょっとマジで疲れすぎて、寝てました。探究授業のちょっと、お手伝いじゃないですけど、講師をさせていただくことがたびたびありまして、今日はその日なので、鶴高校に来ました。鶴高校の生徒はね、もうずっと会ってるので、ね、もう仲良し、勝手に仲良しなつもりでいます。それでは行ってきまーす。今日は担当させていただきました、桃花と申します。でちょっと改めて自己紹介というところなんですけれども、私自身この山梨県専門インフルエンサーっていう仕事をさせてもらっているんですけど、これは元々ある仕事じゃなくて私が勝手に自分で作り出した仕事です。自分たちの魅力を発信していくっていうことがね、本当に主流になってきています。はい、というところで、それでは皆さん最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今はいつもの田原交流センターニコットのテラスにいます。こんな感じこっちの方が景色いいね。はい、というところで、こんな感じで1週間って言ってもなんか私が間違えて9日ぐらい撮影しちゃったんですけど、見てくれてありがとうございました。もう本当にでも仕事もね、いろいろやらせてもらっているので、もう動画に映っているのが本当に一部になって、夏とかになるとイベントの MC だったりとか、またはいろいろな撮影もやらせていただいております。ぜひ皆さんこれからも私の情報チェックして山梨楽しんでもらえると嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。